はい、先日ですね、立花孝志投手がこの動画をアップしました。そこでですね、一口100万円からお金を貸してくれる方を、募集しているというものでございます。まあ、要はですね、東京都知事選挙で、候補者を30人出して、ポスタージャックのですね、企画を考えております。で、ポスター掲示板ジャック、こちらの方に、こちらのね、企画の方を参加される方はですね、ちょっとこっちの方を見ていただければと思います。で、今回はですね、そのポスターの方ではなくてですね、まず、こちらの、まず候補者30人のためのですね、供託金、これ1人300万円かかりますので、それ30人出すと9000万円かかるということで、まずこちら、そもそものですね、ある程度のお金が必要ということで、立花投手がですね、募集を、お金の貸してくださる方を募集しているということで、額も額なんで、一口9、あ、1、100万円からということでございます。で、私もですね、今回それで100万円をお貸ししようと思います。ということで、その手続きをね、するわけでございます。で、一応ですね、まずこちらのね、概要欄の方にね、この Google ドキュメントっていうのかな、こちらがあります。で、ちょっとこちらをクリックすると、金銭貸借契約書と、消費貸借契約書というものが出てきますということで、一応こちらが見本になるわけですね。で、こちらね、上記金銭消費貸借契約書について同意しますのところに、チェックを入れて、名前浜田聡という形で、書いていきます。はい。ちょっとこの下ですね、少し住所とか、自分のね、個人情報がありますので、そこはですね、ちょっと今は伏せておきます。電話番号のところも、あります。はい。で、口数がですね、一口100万円で、1、2、3とか、0で書いてあるんですけど、私は1と書いておきます。で、自分のですね、今後の利息とか、返金先の口座情報というのが、一応あってですね、それぞれ何銀行で何支店で口座番号というのを書いて、最終的に、そうですね、銀行口座の名義を書いて、それで送るというものでございます。ということで、一応一通り書けたので、ここで送信ボタンを押したいと思います。はい。送信ボタンを押すと、また情報全部出てくると思いますので、ちょっとまた切り替えます。はい。送信ボタンを押します。はい。ということで、すいません、ちょっと口数のところがですね、全角数字になってたので、ちょっとやり直しになってしまいました。はい。ということで、そうですね。はい。今、こちらのね、貸付金について、はい。回答を、記録しましたということで、はい。無事ですね、送ることが、できましたということで、一応ね、こういう手続きの動画だけでもですね、動画でも、一人でもね、多くの方が、協力してくださる、そういう考えをお持ちの方が、出てくるといいなと思いながらですね、こういう動画を上げさせて、いただきましたということで。今後の手続きとかね、自分で実際に進めてみて、どうみたいなのは、ちょっとまた、その手続きの進み方次第では、やってみようかなとは思っております。ということで、一応ですね、今回ね、こういう形で、動画をね、上げましたが、すいません。何度も繰り返しになりますけれど、やっぱりね、投資は自己責任ということに、これを投資と考えるかどうかっていうのは、いろいろ人それぞれかもしれません。私はね、投資の一つ、いい案件だとは思います。ただね、そこは人それぞれでございますので、皆さんの、考えに従ってですね、適宜、決めてもらえればと思いますが、一人でもね、多くの方がこの企画の方にね、乗ってくださったら、私としては嬉しいところでございます。はい。